一子です。今日は2024年7月18日木曜日です。高松の午後6時頃の温度は30度で、予報は曇り時々晴れです。動画は前回の続きからで、富士塚町に入っています。読み上げは前回の続きからで、大阪連続バラバラ殺人事件の2回目を読み上げます。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。大阪連続バラバラ殺人事件。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。事件の続きからです。K は1985年、昭和60年5月下旬から1994年3月下旬にかけて、大阪市内の自宅で女性5人を相次いで絞殺し、遺体を山中に遺棄した。この間、K は約20軒のマンション、アパートを転々としていたが、A、B、C の3事件では、当時居住していた西成区昇天した中湾の同じマンションが、D、E の2事件では、何和区恵比寿西の同じアパートが、それぞれ被害者の殺害現場となった。なお、K は C 事件、3件目の殺人と D 事件、4件目の殺人の間に、窃盗事件で有罪判決を受けて確定しているため、刑法第45条の規定、併合罪中通により、確定判決の前後で罪状が分割されている。確定判決前の事件は公事件、確定判決後の事件は乙事件とそれぞれ呼称する。A 事件、B 事件。第一の被害者は当時46歳。主婦 A、大阪市東住吉区西今川2丁目在住で、A は夫と子供3人がいたが、1985年5月14日に家出してから西成区内の立ち飲み店で偽名で働いていた。加害者 K は1985年5月下旬頃に被害者 A が働いていた立ち飲み店を客として訪れ、A を食事に誘い、2人で店外に出たが、自宅マンションで A に飲酒を注意したところ、反抗されたため絞殺した。被害者 A の遺体は被疑者 K の逮捕後、1995年5月29日に兵庫県神戸市西区平野町の雑木林、国道175号から西へ入った林道沿いでバラバラ遺体として発見された。第二の被害者は当時19歳、女性 B。大阪府富田林市の知的障害者施設寮生で、1985年4月16日17時頃に施設の寮を出てから行方不明になっていた中3。K は A 殺害から1ヶ月後となる1985年6月16日に通天閣付近で被害者 B と出会い、同日14時頃に2人で何和区内の寿司店を訪れた。その後、K は B を自宅へ連れ帰ったが、被害者 B から小遣いとして1万円を要求されたことに立腹し、15時頃に室内で馬乗りになって B の首を両手で絞め、B を殺害。室内にカーペット、ビニールシートなどを敷き、部屋にあったのこぎり、包丁などで被害者 B の遺体をバラバラに切断し、段ボール箱に入れてレンタカーで運び遺棄した。1985年6月17日18時30分頃に奈良県北葛城郡広陵町三好の農道脇で切断された被害者 B の遺体が発見され、奈良県警察が殺人、死体遺棄、死体損壊事件と断定して高田警察署に捜査本部を設置し捜査していた。一方で加害者 K は事件発覚から3ヶ月後の1985年9月、グリコ、森永事件を模倣して、怪人22面相の署名入りの挑戦状を高田署の署長宛に送った、中4。一方でその後、自身の行きつけのスナックに奈良県警の捜査員が聞き込みに来たことを知って東京方面に逃げ、挑戦状の消印日に使用された東海道新幹線、新大阪駅発東京駅行きの使用済み切符を同封した釈明状を実名で送った。
戦術の手紙の内容は、捕まえられるものなら捕まえてみろなどと警察を挑発する文言のほか、殺害前に被害者 B を連れて行った寿司店の名前、遺体をどの部分から切断したかなど、犯人しか知り得ない情報が含まれていた。奈良県警が被害者 B の足取りを捜査したところ、実際に B は遺体で発見される前に中年男性、後に加害者 K と判明とともに浪速区内の寿司店を訪れていたほか、遺体切断の状況も挑戦状に書かれた内容と一致していたため、県警は手紙は犯人からのものとして捜査していた。 C 事件。1987年昭和62年1月22日17時30分頃、加害者 K はソロバン塾から帰宅途中の当時9歳、女児 C、大阪市住吉区在住、大阪市立住江小学校3年生を見かけ、わいせつ行為目的で誘拐した、中5。K は自宅に C を連れ込んでわいせつ行為をしようとしたが、C が泣き叫んだために犯行の発覚を恐れ、18時頃に C を絞殺した。殺害後、K は女児 C 遺体を山中に遺棄したほか、C の自宅や C が通学していた住江小学校に対し、計5回、中6にわたり、3000万円用意しろなどと電話して、身代金を要求した。だが、近年になって、この事件だけ死体遺棄の手口が違う点、一連の事件の被害者の中で、C だけが年齢がかけ離れていて、K の犯行動機が不自然になる点、供述する通りに第一審で身代金要求の信憑性に疑問が生じた点、 K が控訴審でもこの事件だけは関与していないと強く主張している点などから、この事件のみ真犯人が別にいる可能性が浮上している。 D 事件。 C 事件後、加害者 K は1989年平成元年10月、1991年平成3年8月と窃盗罪で2度の実刑判決を受け、1993年、平成5年3月まで刑務所に服役したが、出所後に2件の殺人を犯した。遺棄現場は箕面市上とどろみの檜林で、C 事件の遺棄現場付近を走る林道、中セブンを約3キロ南に下った場所に位置していた。1993年、平成5年7月24日頃、加害者 K は自宅アパートでスナック従業員の女性 D、当時45歳、大阪市西成区天ヶ茶屋東1丁目に在住から金銭支払いを求められ、両手で D の首を絞めて絞殺。被害者 D の遺体をノコギリなどで切断し、大阪府箕面市上とどろみの山中に遺棄した。1994年4月4日、E 事件の遺体発見を受けて、遺棄現場周囲を捜索していた箕面警察署捜査本部の捜査員が、E 発見現場から約150メートル北側の不動脇林内で白骨死体を発見し、7月24日に歯の治療跡などから身元を特定された。E 事件。1994年平成6年3月下旬頃、K は自宅アパートで飲食店員女性 E、当時38歳、大阪市中央区在住から金銭支払いを求められ、E を絞殺。E の遺体をバラバラにして、箕面市上とどろみの山林、大阪府道4号茨城野瀬線沿いの檜林斜面に遺棄した。K は盗品の洋服を破格の値段で販売していて、女性 E は馴染みの客という関係だった。遺体は1994年4月3日に発見され、11月4日に被害者 E と断定された。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年5月31日、金曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。